はい、どうもこみです。さて、本日はこちら、バーエレンさんからお届けしていきたいというふうに思います。こちらのバーエレンさんなんですけども、つむぎ組さんのですね、メンバーが今、クラン対戦リーグ期間中なんで、こちらに集まって、リーグやってるということでですね、12、13のアタック、本日は見たいなということでお邪魔しております。で、私のチャンネルなんですけども、基本的にはクラン対戦の、アタックの解説の動画やっておりますので、ぜひですね、最後までご覧いただきましてなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところで、本日のテーマはですね、ネクロマンサーを見ていきます。やっぱりまあ、これ12、13というとネクロマンサーが強いというところですね。13においては、まあ12ほどではないんですけども、12の戦術をそのまま13でも使っていけるっていうのは強みがあって、まあそれがですね、かなり、わかりやすくて強いんで、今日はね、そこを、紹介したいというふうに思います。で、2本13、2本12という形でお届けしていきたいんですけども、まずは、これですかね。すごくわかりやすい一発を見てほしいんですが、沖さんが撮っているこいつを、ご覧いただきたいと思います。これ、ターンホール13なんですが、シングルインフェルノ3本ですね。こういう配置にはやっぱり、ネクロマンサーとても刺さります。で、今回のアタック、このインフェルノにライトニングクイークを打って、そのインフェルノの周辺含めてこう壊していくんです。そうすることによって、この中央部分の火力を減らしておきます。で、さらに、こういう風にですね、ネクロマンサーたちを進めるルートを作っていって、なんかこれ、グランドウォーデンの、なんかジャングルウォーデンの仮面みたいになっちゃって、ここのところに、ここのところになんかね、デデデ大王みたいな、面白いな。ちょっと顔っぽくなっちゃいましたけどね。こんな感じで、ネクロを流し、この矢印のところをネクロが通っていくわけですね。はい。で、中央部の、イーグル砲のところに対してはウッドランチャーで壁を開けていきながら中にネクロを流し込んでいきます。この、ね、ポイントとしてはやっぱり中にしっかりとヒーローを入れることですね。キング、アーチャークイーンが中心部分に入っていったのが分かるかと思うんですけども、この2人の動きっていうのが非常に大事で、アーチャークイーンがですね壁の中に入んないと結構このドバ出しのネクロ戦術って大体失敗に終わることが多いかなっていう気がします。で、一本ですね、失敗リプレイも本日見てほしくて準備しているんですけども、今回の、この沖さんのアタックは素晴らしいですね。宝石のターゲットをしっかりとバーバリアンキングがこう取っている間に後ろからイエティ、ネクロマンサー、スケルトン、ヒーローたちが続くと。で、両外周に対してはもう、ライトニングクイークでここの部分、潰しておいたので、ほとんどもね、怖い防衛がないんですね。要はネクロマンサーを焼いちゃう防衛が非常に少ないので、しっかりとネクロマンサーが進軍していってくれるのが分かりますね。両サイドからネクロが攻め上がってきます。で、最終6時に着地するというところですね。ネクロマンサーの特徴として、そのスケルトンをどんどん生成するっていう、まあ、その無限ユニット生成能力に加えて、遠距離攻撃がそこそこ強いんですね、こいつ。ターンホール12からもうレベルマックス、レベル5のネクロマンサーが使えるので、今回は13のアタック見てもらいましたけども、もう12においてこれとほぼ同等レベルの、パワーで攻めることができちゃうことを考えると、まあだいぶオーバーパワー、まあいわゆる OP ってやつですね、になってんじゃないかなっていう気は相変わらずしますね。ターンホール14が来ていろんな環境変化が起こっても、この戦術は相変わらず、ターンホール12、13では強いなという気がともします。今日見てもらうのは全部のライトニングクイークに呪文枠を割いたタイプのアタックになる。これもね、すごいですね。マルシンフェルノ3本。で、投石機もレベル5、あ、レベル2が2本。ね。で、このターンホール13、カウンスト級の相手に対して、しっかりまずは中央部分のマルチを削っていくというところですね。で、もう1本マルチインフェルノを削っていきます。ここですね。こいつを削っていって、ルート的には、ウッドランチャーでこのマルチ、を壊しながらタウンホールに抜けていくっていう感じになってます。で、最終ここが残るんですね。ね、最後のウッドランチャー1個残っちゃうのがちょっときつい。まあ、そこを考えると、投石機とマルチインフェルノ、まあ、要はこの2大、マルチ、複数攻撃施設っていうのかなが、あった場合には、なかなかこの攻めはしにくいと思います。本来これ、シングルインフェルノだったら、そちらのこの投石の方にね、ライディングクエイクを打ってしまって、投石を完封することによってシングルはもう、スケルトンで駆け取って突破していくというパターンに持っていくのが、まあ、ベターだったんですけども、ミキさんすごいっすよね。この感じはなかなかだよなと思いました。本当に。マルチ3本あるのに、このドバ出しネクロやるかなっていう感じ。まあ、
宝石機とマルチインフェルノの大きな違いとして、マルチはゴーレムをタゲ取ったとしてもプラス4体までユニットを同時にタゲ取れるんですよね。投石はゴーレムとかババキンを今みたいにこうタゲ取ってしまった場合に、そこから先ババキンに投げた石にスケルトンとかが巻き込まれない限りは別にダメージ受けることはないっていうのがまあ大きな違いですね。向いてる方向と反対にいるこういうところのネクロは守られるわけですよ、逆に言うと。なのでマルチインフェルノよりも投石の方がターゲットを取りやすいという意味でライトニングの対象にはなりにくいってことですね。マルチと投石があるならまずマルチを潰しとけっていうのが、今回のこのミキタのアタック見てよくわかりますよね。中心部分から、ネクロマンサー、さらにはアーチャークイーンが壁を突破して前進していくというところですね。でさらに外周、両外周からはスケルトンとネクロマンサーが回り込んできて、最終この投石に向かって進軍していくという形。まあ結果的に見てみればこの大量のスケルトンが、あとネクロマンサーがね、いるっていうところで、7体ぐらいだかな。ネクロマンサー半分以上生き残ってますよね。だいぶもうやっぱり、マルチと投石があってもオーバーパワーの、破壊力を出すことができる戦術っていうのがこれでわかるかなというふうに思う。でマルチっていうとですね、まあ、ギガインフェルノ、ギガテスラもマルチ攻撃施設になるんですよね。でこいつらが意外とですね厄介だなっていうのを見てもらいたいのがこれですね。このシュータン、ちょっと申し訳ないです、今日前回ならずのアタックを、上げさせてもらいましたけども、アンホールの、活躍がちょっと今回ねだいぶされてしまったというところで、そこに注目してほしいんですけども、まずプラン的には、これですね、さっきと同じような感じでマルチインフェルノをこう、クエイクとライトニングで追っていきます。こうですね、あと2本追っていきながら周辺のねこう防衛なんかも巻き込みながらちゃんと壊しているところが、こうすることによってこんな風になるわけですね、村の形が。こんな風にイメージ。ネクロたちがこの、まあ、ブラックホール型にこの狭いところに吸い込まれていくようなイメージですね。こういう風なイメージでライトニングを打っていく。で、漏れちゃったネクロたちはこっちの方にまあこう進んでいくんですけども、まあ、防衛がもうそんな強くないんですね。外周に関してはこういう迫撃砲はあるにせよ、逆側なんて言ってもまあ迫撃と当たったぐらい。だからまあネクロたちが突破できちゃうレベルの防衛なんで、そこら辺っていうのはそんなにケアせずに、中央にしっかりと主力を流し込んでいく。つまり主力っていうのはアーチャークイーン、ババヤンキング、グランドウォーデンですね。ちょっとまあネクロマンサーそこそこの数を入れていくっていう感じで、ゴーレムも3体いますね。このゴーレム3体2体かながしっかり とクロスボウとか大砲の鍵を取ってくれることによって、後ろから来るスケルトンが全然やられずに進軍していくことができるというところなんですけども、アーチャークイーンがねこっち逸れちゃったんですね。これ逸れちゃってこの、大地クロスボウの方に行っちゃうんですが、こうなってくるとね、だいぶきつくなるのが中心部隊なんですよ。さっき言ったように、投石と違って、このギガテスラもそうなんですけど、相手の、施設で防衛に対して、防衛とか、まあ、ユニットに対して、ゴーレム、例えば、タゲ取ったとしても、残り3体ですよね。に、同時攻撃ができちゃうんで、スケルトンがね、これ、どんどん焼かれていくんですよ、こんな感じで。ゴリゴリ焼かれちゃうんですよ。で、当然ながらギガテスラ、攻撃力もバカ高いので、イエティがこう、スケトラに捕まってるうちに、あっという間にこう、溶かされて、行ってしまいます。で、スケルトンとね、ネクロマンサー、中央に結構まだこういるわけですよね。4体ぐらいかな。なんかいけそうな感じに見えるんだけど、もう壁の中からね、もう打ちまくってくるこのギガテスラ、ここですよね。ここの注目。ギガテスラがどんどんスケルトンを焼いて、で、剥き出しになったゴーレムとかネクロマンサー本体にこのグランドウォーデンとか殴りかかるわけですね。こういう風に。これ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 。あっという間にネクロが溶けるんですよ。でグランドウォーデンとかババキンどんどん削って落としてしまうっていう感じですね、これ。いやーね、かなり数がいたんですけども、まっすぐこのタウンホールにこう向かってくんないと、やっぱりそこでミスというかね、タウンホールが生き生きと仕事しちゃう状況が生まれちゃうので、そうならないように、まあ、きちっとアーチャークイーンを壁の中に入れることによって、タウンホールを多少壁の外からでも射抜けるようにしていくってところですね。今回、シューさんのそのアーチャークイーン出すタイミング、ちょっともう一回見てもらうと分かるんですが、もう一回見ましょうかね。かなりね、これ、うまいタイミングで出してるんですよ、シューさん。なんですけども、アーチャークイーンが取れちゃうので、まあ、この、ドバダシ系の戦術をする場合っていうのは、だいぶそのアーチャークイーンの動きっていうところに、意識をしながら、ちゃんと誘導するっていうことですね。だいぶ気を使った方がいいのかなと思います。だいぶ、
チューさんが気を使ってもこう取れちゃうぐらいですからね。あの普通に適当にやったらそりゃ取れちゃうだろうなって感じですね。シュウさんこの攻め、だいぶうまい方で、過去の私の動画でも結構取り上げさせてもらってるんですけども、うん、ちょっと衝撃的でしたね。まあ、ここのどうなんだろう、こういうアンフォーレの動線になる施設っていうのはあえて残すのもかもしれないですけどね。もしかするとそこをこうパンクズのようにユニットが追っかけていくんで、まあでもアーチャークイーンのそれがそもそもの原因だとすると、この辺のパンクズはあまりもしかしたらどうでしょうね、一番大事な要素ではなかったかもしれないね。まだこれアーチャークイーン出してないんですよ。この周辺というかこの1層目のここを削ってからアーチャークイーンが壁の中をタゲ取るのを見計らって出すっていうのがすごく重要で、そのタイミングを今しっかりとね、シュウさん見極めていたんですけども、これババキンに捕まっている間に壁の中を結構、スケルトンとネクロンが壊してくれちゃって、でタゲ取る、施設が壁の中なかったんですね、アーチャークイーンが。なので、近場にあったこのクロスボウの周辺大砲の方に向かっちゃったっていうのが、まあ、それた原因なんですけども、あそこまで貯めてそれちゃうんだったら、まあ、仕方がないかなっていうねレベルのような気もしますよね。だいぶしっかりと中心部に入るルートだと思うんですよね。そこら辺の難しさがこの攻めにはありますよってことですね。ラスト一発見ていきましょう。エレインさんのアタックですね、見ていきたいと思います。エレインさんもこれうまいですね。前も確か、クラン対戦リーグ期間中にエレインさんのこのライトニングクエイクネクロ紹介させてもらったと思うんですけども、うまいんですよね。タウンホールにこれダメージを入れていきます。で、入れていくことによって、今回そのタウンホール12、13では大工さんが施設を回復するっていうね、タウンホール14特有のあの効果がないので、序盤にこう、ウェイクなんかでダメージ入れるのは美味しいですね。これでもタウンホールの体力がもう半分ぐらい減ってますから。そこに、しっかりとですね、ウッドランチャー流し込むことによって、ウッドランチャーでタウンホール削っちゃうっていう感じですね。ウッドランチャーの、ね、ルートもうまいんですよ。なんでこの上の方のシングルに、ライトニング打たなかったかっていうと、これグランドオーデンゾーとシングル、イーグル、あと、タウンホールって、全部このウッドランチャーのウッドでこう投げ倒せるんですよね、ガーンって。縦一直線に並んでるんで、ここウッドがすごいね、効率的に刺さるんですね。そこを見計らって、あえて残しておいて、この部分から入った時に両脇になってくることを削ることによって、こいつがこう横打ちをね、てくるっていうことをなくしてるんですね。こうすることによってこれ外周に逸れていったネクロマンサーとかがこう生き生き仕事をしてくれるっていうのがまあ美味しいところで、狙い通りネクロスケルトンが大量に生き残っていますよね。で、中央部分に入ったバーバリアンキングと、あとは、ネクロマンサー、さらにアーチャークイーンが最終6時方面に結集していって前回まで持っていくというところですね。外周側にも結構ネクロがこう逸れましたけども、逸れたネクロマグに4体ぐらいかな、こんな感じかなで取れてるんですけども、そいつらっていうのはむしろ反らした方がよくって、中央部分にアーチャークイーンとキング、あとゴーレム1個が入っていくんで、もう火力的には十分なんですね。むしろ外周を同時進行で壊すことによって火力の分散が起こるわけですね。こういう風にこっちもこっちもこう見なきゃいけないんです。そうするとユニット全体が、攻めと守りのバランスっていうのが攻め側優位になってくる、守り手側がどうしても守れなくなっちゃって全部押し切られちゃうっていうのがこの飛ばしネクロの、まあ、鉄板のパターンなんですけど、もう今回のエレンさんのアタックまさにそうでしたね。外周部分はそれなりの数のネクロマンサーが流れていったことによって、そっち側を全部こう削っていきながら、中央部分に関してもアーチャークイーンやバーバリアンキングが進行していく、この面で押し切る感じですね。こういう押し切るっていうようなアタックが、まあ、綺麗にできていったという気がします。はい、というところでですね、本日はね、ライトニングからのドバタシネクロを見ていきました。いや、これほんとね、序盤の呪文をどこに使ってどこに流し込むかっていうプランニングが本当にもう全てのアタックになってくるんですけども、ライトニングの呪文を使って、ちょっと、散りばめながら話をしましたけども、要するにネクロの天敵となってくるインフェルノタワー、これをなるべくライトニングで削りながら、ネクロマンサーたちのルートを作っていく感じですね。まあ、今回で言えば、ここの部分、おっと、見えにくいので一回こうしましょうかね。今回で言えば、ここですね。ここを壊してしまうことによって、
クロスボウをインフェルノが壊れていきますから、ユニットたちがこういう風にまあ動いていくわけですね。こういう風に行くイメージ。こういう風に行くイメージですね。っていうことで、ちゃんとユニットたちのルートを作る、かつ、まあ、最終ここね、壁が残った言いましたけど、ここのところ、それ以外のところって基本的に壁がこう、一回中に入ったらゴリ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 壁の中をこう進んでいけるような配置になってるじゃないですか。壁が細かく仕切られてないというか、まあ、こういう配置に対してはなおさら、ネクロマンサースケルトンが止まる要素が少ないので、非常に、このドバダシの攻めをやりやすいですね。なんでそういった、ネクロマンサースケルトンが止まらずに進んでいけるようななるべく配置を選ぶことと、マルチインフェルノっていうのは投石機よりもやっぱり優先して、ライトニングで壊していくということで、タウンホールにしっかりアーチャークイーンがアプローチできるようにアーチャークイーンを出すタイミング少し遅らせて確実に壁の中に入れていく、これがすごく大事というところをお話しさせてもらいました。やっぱね、あのライトニングをもうマルチインフェルノに打っちゃいいんでしょっていうんじゃなくて、ちゃんと打った上でネクロのルートがどうできるかなっていうところがイメージできるかどうか、そこがあのこの攻め方で、前回まで持っていけるかどうかの肝になってくると思うので、ね、最初はやっぱり慣れがいると思いますけども、仮説と検証ですね。ライトニングここに打ってマルチ壊したらネクロがどう動くかなって考えてやってみて、あ、こっち行っちゃうのか、じゃあ、今のこの自分の考え修正すべきだなみたいなことも多分何回か繰り返していく必要があると思いますが、それが極められてると今回の皆さんのアタックのようにですね、アンホール12はもちろん13でもゴリゴリ、取れていける戦術になりますので、ぜひね、使いこなしてみていただけたらというふうに思います。では、最後ちょっと長くなっちゃいましたけども、これで本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。いかがでしたでしょうか？参考になったなというふうに思ったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、私のチャンネル、タウンホール12、13、14と幅広くですね、クラン対戦の、アタック解説、前回につながるポイントに関して、お話しする、チャンネルになっておりますので、今後もどうぞご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で